はい、今日はね、R タイプディメンションズ EX って、まあ、プレステ4で出たゲームがあるんやけど、これもうに声をちょっと入れていくよ。これね、まあ、今マルチプレイヤーって書いてあるんだけど、これ油豚丸師匠とねやった動画なんだけど、まあ、いかんせん油師匠の声がめちゃくちゃちっちゃいと、すっげーちっちゃい本当に。でこのキャノピー青が俺で緑が師匠なんやけど、声すごいちっちゃいからさ、どうせなら二人でワイワイやってるところさ、やっぱ録音したいなって思ってたんやけど、それができんから、もうどんぐらいちっちゃいかっていうとね、そのエンターザウータンチャンバー36チャンバーっていう、まあ、ウータンクランのファーストアルバムがあるんやけどあれの収録ミスで、あれって収録ミスで音がめっちゃちっちゃいよね。あれ並みにちっちゃいわけ。うん、まあ、とにかくその緑が師匠で青が俺っていうことで、うん、でこれね、実はその R タイプディメンションズっていうのは R タイプ1と2のリメイク、完全移植の、まあ、HD リマスター込みの完全移植なんやけど、移植度かなり高くって、本当にそのまんまでできるっていう、本当に神ゲーなわけないよねこれ。だけどまあ俺としてはその何あれが R タイプスっていうプレステーションで出た R タイプ1、2のカップリングに、まあ、設定資料が載っててさ、あれが一番、まあ、あれ好きやったんよ。あれあれ PSP でプレス3でさ、アーカイブスでダウンロードしてさやってたんやけど、あれ好きやったんよ。あれ設定資料が載っててね、なかなか面白かったからあれ好きだったんだけど、まあ、そのこの R タイプディメンションズにはその設定資料は入ってないよね、残念ながら、うん、で、まあ、このマルチプレイできるモードなんやけど、インフィニティモードって言って何回でもコンティニューできますよっていうモード でアイテム配置とかは全部あの一人プレイ用と一緒なんやけど、単純に二人プレイってことでさ、その場復活できるように R タイプにしては珍しくてね、だから難易度も二人プレイでやると簡単だしっていう、はい。でこれも完全移植だから、完全移植と言いつつあれだね、埋め込みできなかったね今、うん、あれフォース埋め込めてたんだけどね、うん、まあノーミス、俺はノーミスで行こうかとりあえず、うん、油師匠はやったことないからさ。でこうやってね、これグラフィックが 3D 化しとるやんか。だけど三角ボタンを押すと 2D に戻せるのこのゲーム実は初代 R タイプはええね。で BGM もね、その元に戻る、ちゃんとこれちょっとアレンジされてるやん。これで勝手に油師匠がなんかボタンを押して加速モードになっちゃってる。もう俺はもうだいたいステージ3ぐらい、まあ、和では、まあ、パターンを覚えてるからなんとかなるんやけど、でここの第2ステージからはもう赤だけでなんとかやっていける。赤だけの方が勝てる、強いっていうかタイムアタックとしてはね。でこれほら音楽も元に戻るやろ、グラフィックもね。でもこれちゃんと 2P プレイ用に作り直してあるっていうのがまたすごいね、色が緑とね青っていう。でこれなんとその後復活なんやけど、フォースがね1個手前のに戻るんよ。フォースが1個手前のに戻った状態で復活するっていうこのゴマンダーなんか師匠が大変なことになってる。ゴマンダーの安全地帯かつ強力なポイントはここで、
師匠ね、ちょっとこれ上に出すぎなんだよね。なかなか硬いな。やっぱレベル3じゃないからか。赤が。え、何やってんの師匠。よしよし。ほんとこれ単純に2人プレイできるっていうのはなかなかいいんじゃないかな。だからね、R タイプファイナル2もね、2人プレイでちょっとやりたいよね。うん。2人プレイでちょっと、結構面白い。今の時代さ、やっぱシェアの時代だからさ、2人プレイでやりたいやん。で、この次が、その、歴代、ああ、なんか死んだ。なんていうの歴代 R タイプ、歴代 R タイプというか、まあ、シューティングの中でも珍しい、この1体の敵を倒すだけのステージっていう、このグリーンインフェルノっていう巨大戦艦を倒すためだけのステージっていうのはなかなか珍しい。ね、こういう、まあ、R タイプ その基本としては、第1ステージ終わって第2ステージになると、こう有機物が敵になるっていう、有機物のボスが出るっていうのが大体のお決まりのパターンなんやけど、でまあ、第3ステージで、巨大戦艦系のやつが出てくるっていうのも、まあ、大体お決まりのパターンとかは、パターンにはなってる、一応。まあ、でも、その、第2ステージで有機物に比べると、その、採用頻度は低いんだけど、R タイプ2では、その、こういう巨大なやつは確かいなかったし、確かに第2ステージで有機物ではある。洞窟とか。そういうステージで、なんていうの、まあ、この1のさ、第2ステージが5万だやったやん。で、今度は、あれ、5万だが、まあ、5万個みたいな、ね、見た目しとったけど、その R タイプ2の敵の名前何やったっけ、名前を忘れたんやけど、あれは逆にチンコみたいな形をしとる。うん、まあ、とりあえずその、なんか大きい、こっからはちょっと俺はあんまり覚えてないんやけど、ステージが。これ一応ドットに当たっても死ぬ。なんで俺今死んだんかちょっとよくわからないんだけど。ドットに当たっても死ぬから、あの緑。本当 R タイプファイナル2ではこう2人プレイちょっとやりたいよね、やっぱり。そう、まあ俺は2人プレイやりたいけど、オンラインでもいいけさ、2人プレイちょっとやりたいよね。なんかシェアの時代やけさ、1人でやるって言うと結構寂しい。ファイナルでも機体の数がまあだいぶ増えてくると思うんだけど、まあ何気に2人プレイできるそのアイリムシューティングっていうのは結構珍しくってさ、まあこの R タイプディメンションズで1と2が2人プレイでできるね。で、あと R タイプレオやろ、2人プレイできるの。んで、あと2人プレイできるの海底大戦争やろ。それぐらいのもんなんよね、珍しくて。だから、2人プレイでね、ぜひともやりたいけど、結構面白いよ。こうシューティング2人プレイっていうのがなんかあんまりないけどさ、結構面白いで。でこれ確かオンラインプレイはできない。オフで、じゃったかな、わからんけど。2人プレイの、まあ2人プレイの特権としてその場復活でいいよ。それまではこうちゃんと今まで通りチェックポイントで復活っていうシステムでいいと思うんやけどね。やりたくない?2人プレイで。俺2人プレイでやる。やったらさ、2人プレイでできるんやったらちょっと買ってみようかなっていう人多いと思うんやけどね。
うん、だって2人プレイでできるっていうんだったら俺と一緒にやろうや、 R タイプファイナルね。もう R タイプ2もちょっと、あ、フォースの接触じゃこれダメージ食らわないんだね。初代ね、なかなか次ぐらいからはこう、もう俺も一回その巨大戦艦の時に死んだからさ、もうやる気があんまり、やる気がっていうかこう完璧にやってやろうというプロ意識がもうなくなってきちゃってて、結構ガチャプレイになってるんだけど。あれやったらね、巨大戦争じゃない、海底大戦争のプレイも、やってもいいと思うんやけど、重たいんよね、海底大戦争。ラグいんじゃない、処理落ちがね、激しいっていう。今まではさ、濃厚主義だったから、こう、フル装備でね、この時点でもフル装備になれるんだけど、一人プレイだったらね、まあ、フル装備で今までやってたから、このステージもそんなに苦ではなかったんよね。ただ、やっぱり、その、一回死んでリスボーンってなるとね、なかなか難しくなっちゃうんだろうね。ベルメイトやったね、こいつ。で、こいつの戦い方もなんか忘れとるし、ほら。なんかこんなに難しかったっけっていう印象。やっぱなんか昔はそのノーミスでやってたからさ、フル装備で、なんか結構楽勝にいけてたんだろうなっていう印象はあるけどね。R タイプ面白いけどね、 R タイプ。俺高校の時、だから小学校の時に R タイプファイナルを、まあ、あの時まあ体験版とか結構あったよ、お店に、ゲーム屋さんに行ったら。だまあリキッド竹雄がね、面白いゲームがあるんだとか言って言い出して、どんなゲームって、ほんたらなんか変なモンスターみたいなのがいっぱい出てきて鉄砲でバンバン撃つとか言って言うけ、最初なんかそのサイレントギブとかはさ、バイオハザード系のその語彙力でいくとよ、バイオハザード系のなんかそういうホラーシューティングなんかなって思うじゃん。ただ実はR タイプファイナルの方面で、まあ、R タイプファイナルね、面白いけ、つって、親父も、ね、昔 R タイプやっとったからっていうんで、まあ、イメージファイトも、とかね、いろいろアイレムのシューティング、やっぱ世代やったから、親父も、母親も、その世代やったけさ、結構やってたみたいなよ、どうやら。だから、まあ、R タイプファイナルすぐ買ってさ、やってたんだけど、これがまたね、ハマっちゃうんだよね、本当は R タイプ。だって面白いじゃん、R タイプ。ここからなんで俺が死ぬんかが分からへん。まあでもファイナルのその2人プレイのメリット、まあ難しいところはさ、こう、これってフォース色を、まあ、分けてるやん、青と緑って言って。
でも2人プレイの時になったらさ、いろんなフォースの形とか色とかっていうのはまああるとは思うんだけど、それをどうするかっていう、単純にそのフォースのコアの色をさ変えるっていうだけでもいいと思うんだけど、だいたいこうコアがあるからね、どのフォースにも。それを変えるっていうだけでもいいとは思うんだけどさ、何がいいんだろうね。もう俺は本当2人プレイでやるっていうのは別にいいと思うんだけど、みんなはどう思うかね。2人プレイダメって思う？やっぱり俺はいいと思うよ。で、どうせなら、二人プレイでやってさ、そういうハイスコアとかね、やっても面白いと思うし、まあ、100円ゴッズのメンバーでも、こう、二人プレイでね、やってたりとかしても面白いんじゃないかなと。もちろん、ボイスチャット込みで。でも そうやると野良の人とねやった時に、おいアイテム取んねーとかっていう暴言がまあ出てくるっていう危険性はあるよね。確かに。でもそういうのってまあまあ R タイプやってる人ってなんか結構みんなもうみんなバイドだからみんな仲良しだと思うんだけどね。俺はそう信じてるけどね。だからまあボイスチャット込みで2人プレイね、オンラインで2人プレイっていいと思うんだけどね、俺は。でも俺もう問題なくそのノラで行ったら白山使うよ。白山か浅野川か兼六園使うよ。これね、そこのあのコアを壊すはずやったんやけど、その奥のね、もう覚えがっていうか、もうこの時もフル装備で赤レーザーで突るっていうのがまあその俺のあれやったんやけど、こんなに放置しとったことがないからわかんない、ね、こんなにひどくなるほど放置しとったことがないから。でなかなかやっぱりビットがないと厳しいよね、ここら辺ね。これ絶対時間切れやろ、これ。で何気にアブラ師匠がなんかフォース2段階まで強化しとるっていうのは何なん、謎なんやけどね。さあ次が最終ステージですな。ここもね、あのフル装備やったら大したことなかったんやけど、この赤ちゃんね、そこなかったんやけど、なんかね難しく感じる。弾幕が分厚いような。そこのあのサイクロンみたいなやつはランダムなんよね。ランダムっていうかまあ別に味方機を追尾しとる、こっちを追尾しとるわけじゃなくて、その特有の AI で動いてるかな。でこのラスボスなんやけど、フォースシュートしてフォースを吸収させて、でそのフォースの接触ダメージで倒すっていうやり方やったんやけど、失敗してね、失敗してってか、なんかこう、なんか弾幕が濃くて、ここで入れにゃいけんのよ、フォースを。あの時に、入れにゃいけんのやけど、これを逃すとね、ほんと時間切れで、スコアがゼロだったかな。時間切れで倒すとスコアがゼロになるっていう。で、またもうゴリ押しで、なんか知らん、2人でさ、フォース突っ込もうと、なんかしてるんやけど。
もうねこの状態になるとねちょ厳しいね、さすがに赤ちゃんとこのサイクロンが。ビットがないとねやっぱ厳しいね。ちょっとでこの頃まああの R タイプの設定がまだ定まってなかったから、このおっさんみたいなラスボスなんやけど、今で考えるとちょっとおかしいよね。なんかもうこれあかんくなっちゃったってことはもう時間切れで倒すしかないよね。スコアがやっぱ入らんかったよね今。まあこうやって見ると結構 R タイプ1はねまだ優しい方やなぁと思うよね。 R タイプ2の方がなんかやっぱ難しいんじゃないかなぁと。勇敢な戦士の働きで宇宙に平和が戻った。バイド帝国は完全に滅亡し、二度と人類を脅かすことはない。君の名は全宇宙で永遠に語り継がれていくことだろう。 Thank you for the playing。 まあこれが初代 R タイプっていう、まあストーリーもそんなに細かく設定されてないから結構あっさりしてるんやけど、まあ、結構難易度は低めだから R タイプディメンション使ってねやってみたらいいんじゃないかなと思うけど、うん、まあ、これが初代 R タイプでした。次はまあ R タイプ2ちょっとやろうね。